演舞開演。どうも、本日は千葉県産ふなっしーラングドシャを食べたいと思います。テレビの仕事はブロックされているということですが、こういう風な場面では相変わらず活躍されているようですね。ちょっとかわいそうな気がしますけど、中身はこんな感じですね。なんかいろんなふなっしーがいますね。名言名言なんかいろいろ書かれています。では砂糖をかけてみましょう。まさにもちもちですね。おお、中身はラングドシャと言われて想像するイメージですね。断面はこんな感じです。ではいただきます。サクッとした音のラングドシャと中の甘酸っぱい梨のクリームやジャムかなのイメージの味がうまくマッチしていて、噛んだ瞬間に梨の甘酸っぱさが口の中に広がってとっても美味しかったです。しかも何かこういうものまで入ってましたし、これも人気者ゆえなのかな。自分もそういう風になりたいって、それは欲張りかな。なのでこちらの点数とさせていただきました。サングラス、シンデレラかな、目に見よと。シンデレラの美しさに気づかない、そんな人はサングラスをかけているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。